ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙、どうしたんだ霊夢。ホモナレディっていう言葉を聞いたんだけど、どういうものなの？2013年に南アフリカで発見されたもので、原人と新人類両方の身体的特徴が合わさった。特殊な身体構造をしていて、人類科学界隈に衝撃と驚きを与えたものだな。そんなことがあったんだ。詳しく教えてよ。よし、なら今回は、人類の進化史を揺るがしたホモナレディの正体や、進化の形跡について解説していくぜ。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってね。人類の進化について。ホモナレディについて解説する前に、人類の進化について解説していくぜ。お願いするよ。まず我々人類は、アウストラロピテクスと呼ばれるエンジン、つまり猿の仲間から、進化を遂げたんだ。そんなエンジンが直立二足歩行を始めたのは今から約700万年前で、人類、すなわち、ホモ族が初めて出現したのは、約250万年前とされているんだぜ。そんなに昔なんだね。ホモサピエンスとかの、ホモってどういう意味なの？ホモは、ラテン語で人を意味するんだ。180万年前にはホモエレクプス、30万年前にはホモネアンデルターレンシスなど、エンジンから進化した原人が、次々と出現したんだぜ。そして霊夢が言っていたホモサピエンスは20万年前に出現し、高い知性を生かして長い時代を、生き抜くんだぜ。ホモサピエンスしか聞いたことがなかったけど、いろいろいたんだね。私たちはホモサピエンスの子孫なんだよね。その通りだぜ。ちなみにホモサピエンスはラテン語で、賢い人、を意味し、新人類や原生人類とも呼ばれているんだぜ。エンジンは最初から直立二足歩行じゃなかったんだね。どうして二足歩行を始めたんだろう？進化につれて脳が発達したためと言われているんだ。脳の発達に伴い、箱となる頭蓋骨も巨大化することで頭が重くなり、首だけでの支えでは姿勢維持が困難になってしまったんだぜ。そこでエンジンは重い頭を支えるために、次第に直立二足歩行へ進化を遂げたと、考えられるんだ。頭が良くなったからだったんだね。とはいえ、エンジンの時点ですぐに脳を活用したのかといえば、そうじゃないんだ。エンジンの脳の容量は約400立方センチメートルで、猿やオランウータンと変わらなかったんだぜ。そうなんだ。エンジン段階での直立二足歩行という進化はあくまでも頭をきちんと支える程度にとどまり、機能の発達はまだまだ先の話ってことだな。そこからどう原人になったの？エンジンから原人への進化は、まず脳の容積が増加したことで知性の獲得につながったんだ。直立二足歩行によって重い頭が安定し支えられるようになると、頭蓋骨に守られている。脳の容積が増えても、問題なくなってきたんだぜ。ホモ族の脳の大きさはどれくらいなの？原人の脳の大きさは、ホモエレクプスは 1000cc、ホモネアンデルターレンシスは、1400cc、ホモサピエンスは1300から 1500cc と、エンジンに比べて、2から3倍の大きさに肥大化しているんだぜ。すごいんだね。脳と直立二足歩行以外にも何か変わったの？エンジンから原人へと進化する際に、こうした知性の獲得に伴って顔周りの骨や筋肉も、また変貌を遂げていったんだ。そして主に変化した部分は、目の上と下顎の2箇所だぜ。エンジンとホモサピエンスはこの2箇所に大きな違いが出ているんだ。どうして目の上に違いが出てくるの？知性を獲得する前のエンジンは、取ってきた果物や肉などは当然、生のまま食していたんだ。例えば木の実や動物の肉などはとても硬いから、食べるには何度も咀嚼をする必要があり、顎の筋肉の発達に伴い、目の上の突起である、眼窩上隆起が発達していくんだぜ。つまり咀嚼を何度も繰り返していたエンジンは、眼窩上隆起がはっきりとわかるようになっているんだ。ホモサピエンスはどうなってるの？知性の獲得により、道具や火を使って食料を柔らかくしたり加工したりといった、料理をするようになるんだ。知恵のついた原人は、食事において、硬い食べ物を食べる機会が減ったことで咀嚼の回数が減り、眼窩上隆起も、だんだんと小さく、目立たなくなったとされているんだぜ。咀嚼の回数に違いが出るなんてびっくりだよ。下顎はどう違うの？下顎の部分は、音蓋と呼ばれていて、音蓋はエンジンには見られない一方で、ホモサピエンスには存在するんだ。ホモサピエンスに、音蓋が見られる理由は、ホモサピエンスが言語を発していたためだと言われているんだぜ。どうして言葉で違ってくるの？私たちは脳で考えたことを言葉にするとき、唇や喉、舌の筋肉を無意識に動かして発話するんだ。発話において特に使われるのは唇の筋肉なんだが、音蓋はこの唇の筋肉が、集中する部分なんだ。ホモサピエンスは高い知能を獲得したことで、言語を話すようになり、言語の使用に伴って、音蓋が発達したというわけだぜ。知能によってそこまで変わるなんて面白いね。ホモナレディとは、そしてホモナレディは、2013年に発見された、比較的新しいとされる原人なんだ。
名前の意味は、星の人で、発見された洞窟の名前に由来するんだぜ。なんて名前の洞窟で発見されたの？南アフリカにあるライジングスター洞窟だな。その奥深く地下30メートルにある空洞、ディナレビ空洞で発見されたんだぜ。このライジングスター洞窟のある地域一帯は、もともと原人の骨が多数発見されてきていて、人類学的にも大変重要な手がかりが発掘されることから、人類のゆりかごとも呼ばれて、いるんだぜ。すごいところなんだね。ホモナレビは誰が見つけたの？最初の発見者は、アマチュアの探検家二人なんだ。彼らは知人のつてで、個人類学者の、リーバーガーを訪れ、現地で撮影した写真を見せるんだ。リーバーガーは写真を見て、すぐに調査に踏み出したんだぜ。簡単に調査できるものだったの？ライジングスター洞窟を発掘調査するにあたり課題となったのは、洞窟内の狭い通路だったんだ。人骨が見つかった、ディナレビ空洞にたどり着くには幅18センチほどの、ドラゴンズバックと呼ばれる狭い出入り口を通り抜ける必要があったんだぜ。そんなに狭いんだ。リーバーガー率いる発掘調査チームのメンバーは大柄な男性がほとんどだったから、この出入り口の突破が難しいことがわかったんだぜ。リーバーガーはどうしたの？ SNS を通じて、発掘調査員を募集したんだ。条件は、古生物に詳しい、小柄で細身、閉所恐怖症でないの3つで、結果として6人の若い女性が集まり、調査チームが結成されたんだ。このチームはリーバーガーによって、地下宇宙飛行士と名付けられたんだぜ。かっこいい名前だね。無事に通れたの？調査チームは、ライジングスター洞窟の狭き難所、ドラゴンズバックを無事通過し、ディナレビ空洞に到達したんだぜ。そこで改めて発見回収された骨は1550本以上、個体においては子供から老人までを含む、約15体ほど。発見規模や本数としては、その地帯において最も大きいものとなったんだ。そんなにたくさん見つかったんだ。ホモナレディの骨において特徴的なのは、骨格構造において、遠人的な特徴と原人的な、特徴の両方が混在しているという点なんだぜ。どこがどっちの特徴なの？ホモナレディには、肩骨の配置、指の骨には湾曲が見られるんだ。これは木登りをする、類人猿にルーツがあると見られ、また日常的に樹上生活を送っていたことを示唆しているんだぜ。そして腰部分の骨盤も外に張り出していて、大腿骨までにかけてはアウストラロピテクスと、似ていて、やはり猿人的な要素を成しているんだ。ふむふむ。原人の要素はどういうところなの？足や足首などの下半身については、原人やホモサピエンスと似た特徴を持っているんだ。足の骨は長くほっそりとしているんだが、これは二足歩行によって、筋肉が集中的に、ついていたことが推定されているんだぜ。また足の裏には、長距離の二足歩行が、できたことが裏付けられる、土踏まずも存在していて、200万年前に登場した、直立二足歩行を始めたとされる原人、ホモエレクプスと共通しているんだ。さらに足の骨については極めてホモサピエンス的で、その類似性について、人類学者が、現代人と全く見分けがつかず、このパーツだけで見たら、アフリカの主要民族の骨ではないかと判断してしまいそうと、驚くほどだったんだぜ。そこまで原人よりなんだ。今までも、原人と猿人の特徴が、組み合わさった種は見つかっていたの？この発見は、過去に例を見なかったんだぜ。そのためバーガー博士は、発見当初の骨を猿人、または原人のどちらに分類すべきなのか、迷ったそうだぜ。結局原人に分類されたんだね。脳の容量はどれくらいだったの？ホモナレディの頭蓋骨は、ホモサピエンスと同じく高くて丸い形をしていたんだが、脳の容量は450から 600cc 前後と推定されていて、ホモサピエンスに近しい、頭蓋骨の大きさに対して、脳はあまりにも小さかったんだ。そのため脳の大きさだけで判断するなら、猿人に近い種と言えたんだぜ。どうして原人に分類されたの？バーガーとその研究チームはホモナレディの脳自体の機能性に注目し、脳は小さくとも、猿人と違い、きちんと機能したのではないかと言及しているんだ。というのも、エンドキャストと呼ばれる頭蓋骨内部の形状推測により、ホモナレディの脳のシワパターンが、ホモサピエンスに近いことが分かったんだぜ。道具を使ったりもしていたのかな？この脳の作りに伴ってホモナレディは手先が器用で、道具も作っていたのではないかと、されているな。実際に、ホモナレディの手のひらや親指、手首などの骨は、道具を握ったり掴んだりといった、複雑な動作にも適するように、発達していたんだぜ。脳は小さくてもすごかったんだね。さらにホモナレディは歯の骨も多数見つかっているんだが、その並びや大きさは、猿人よりもホモサピエンスに似ていて、咀嚼を必要としない食事を送っていたことも、考えられるんだ。とはいえ肩や指には猿人的な特徴も残されているから、ホモナレディは木に登った樹上生活と、道具を使った生活を両立させていた可能性も示唆されているんだぜ。
どんな生活をしてたのか気になるー。そんな1ヶ月半にわたる分析の結果、リーバーガーは収集された骨を原人と判断し、また既存種とは異なる、全く新しい種でもあるという結論を導き出したんだ。そしてバーガーは、現地の言葉で、星の人を意味する、ホモナレディと名付けたわけだな。どのような進化をしていったか。ホモナレディは、どのくらいの年代に生きていたの？生きていたとされる年代は、実は現在も調査研究中で、明らかにされていないんだ。バーガーは研究当初、ホモナレディの生息していた年代は、最も古くて300万年前で、あると発表したんだ。いわゆる、猿人と原人の間の、橋渡し的な種として登場したのだと、考えたんだぜ。そして、ホモナレディこそ、原人類の始祖なのではないかと言及していたんだ。300万年も前なんだ。しかしホモナレディが発見されてから4年後の2017年には、オーストラリアの、地質学者であるポール・ダークスによって、新しい事実が発覚するんだ。どんな事実なの？ホモナレディが出土した地質を採取し年代を測定したところ、今回見つかった。ホモナレディは、30から20万年前に生きていたことが分かったんだ。思ったより最近だったんだ。その時にホモサピエンスとかはいたの？この時期には、ホモネアンデルターレンシスやホモサピエンスも出現しているぜ。つまり現世人類の誕生に近しい時期に、原人猿人両方の要素を持つ、ホモナレディが共存していたということになるんだ。最初、人類の進化史を揺るがしたって言ってたけど、その時期に存在しているのは、驚きなの？人類の進化における従来の定説では、50から100万年前の時点では脳の大きい原人だけが、生き残り、脳が小さい猿人類は生き残れず、絶滅していたのだと考えられていたんだ。ホモナレディの発見と研究による新事実の発覚によって、これまでの人類進化の、定説が覆る形となり、人類学会で大きな混乱を呼んだんだぜ。脳が小さい種はすでにいなかったと思われてたんだね。ホモナレディの生息年代が、20万年前と新しければ、ホモサピエンス以外の人か生物、いわば親戚的な生物との共存が発生していたということが裏付けられ、一方、ホモナレディが、当初バーガーが推定した通りに、200万年前から生息していた生物であれば、ホモサピエンスの直系の祖先説も浮上することになるんだ。もしホモサピエンスの直系の祖先だとしたら、どういうことがわかるの？原人は従来の定説よりも早い段階で脳の作りが変わり、伴って原人の道具使用も、早くから存在していたことにつながるんだ。つまり、脳の大きさに伴って知恵がつき、人類が栄えたという、これまでの人類進化論説が否定されることになり得るんだ。だから人類科学界に衝撃と驚きを与えたって言ってたんだね。いずれの年代で特定されたにせよホモナレディの存在は、これまで考えられていた人類の進化、変遷というテーマにおいて、極めてイレギュラーな発見であることに間違いはないな。そしてホモナレディには生息年代の他に、最も謎が深い部分が残されているんだ。どんな謎なの？それは、ホモナレディが発掘された場所や、複数個体がまとまって見つかったという点だな。ディナレディ空洞は出入り口が狭く、他の生物からの侵入が難しい作りをしているんだ。また空洞の周辺や入り口付近では、落石や土砂、洪水による浸水や、入り口が塞がれた跡なども、見受けられなかったんだ。そして、ホモナレディの骨は被食や怪我による骨折などの様子はなく、ホモナレディ以外の生物の骨は、この空洞内では発見されていないんだぜ。つまりどういうことなの？つまり集団での骨の発見は、捕食者による骨の遺棄や、自然災害、洞窟へ落下したことに、よるものとは考えにくかったんだ。こうした状況からバーガーは、ホモナレディは、遺体を決まった位置にあえて配置していたのではないかと考えます。と言っているんだ。つまり、ホモナレディ自身による、葬儀の文化があったとされる説があるんだぜ。そんなに昔なのに葬儀があったかもしれないんだ。もともと葬儀的な慣習はホモネアンデルターレンシスと、ホモサピエンスの間に、始まったと推定されていて、現在確認されている事例は、10万年前の、ホモネアンデルターレンシスの埋葬なんだ。だがネアンデルターレンシスの葬儀事例は、現在も議論を呼ぶもので、正確な葬儀文化はホモサピエンスの登場後から始まったと、考えられているんだぜ。バーガーが言ったことが正しかったら、それが覆ることになるんだね。その通りだぜ。またバーガーは後に、ホモサピエンスイコール、ホモナレディが進化した姿という内容で、学術書を表して主張しているんだが、この説は他の専門家の間で、様々な議論を呼んだんだ。しかし2021年には、ホモナレディによる葬儀的な慣習説を、後押しするかのような、出来事が起こるんだぜ。どんなことが起こったの？バーガー率いる調査チームは2021年に、再びライジングスター洞窟を発掘調査し、新たに6歳前後の子供と思われる頭蓋骨を発見したんだ。
ホモナレディの子供の個体、しかも頭蓋骨が発見されたのは、2013年の発見以来から、初めてのことで、この子供の頭蓋骨は、失われたものという意味を持つ。説はナゴの、レキメラより、レキと名付けられたんだぜ。子供も埋葬されていたんだね。でも頭蓋骨だけなの？レキの頭蓋骨は他のホモナレディの遺骨からは、ほど遠く離れた場所で見つかっていて、頭蓋骨以外の骨は見つかっていないんだぜ。そして頭蓋骨は棚のような場所に置かれていて、棚のような場所は、地面から約80センチの、高台にあったんだ。つまり、レキは地面に平置きされていた、のではなく、いわば安全な場所に配置された状態で発見されたんだぜ。祀られていたってこと？調査チームはそう考察しているぜ。ホモナレディがどんな意図でこんなことをしたのかは不明だが、親よりも早く、亡くなった子に対して、親の悲しみを汲んで仲間が行ったものではないかと、考察を続けているんだ。その説や考察を補強するかのように、レキの頭蓋骨には捕食者によるダメージや、自然災害による破損などもなく、比較的綺麗な状態で見つかっているんだぜ。本当にそうなんだとしたら、それはすごいことだね。ホモナレディが葬儀をしていた説が立証されれば、生と死というとても抽象的な関連を、現人の時点で考え、それを、葬儀という行動様式で表すことができたということになり、そうすると、もともと脳の大きいホモサピエンスでしか、成し得なかったとされる思考が、たった 600cc の脳しか持たないホモナレディでも、すでに持ち合わせていたかもしれない、という衝撃の事実が浮かび上がってくるんだぜ。実際どうなんだろう？ホモナレディは知恵を持たない現人の一種だったのか、それともホモサピエンスよりも前に知恵を獲得した種だったのか、その特殊性や謎大きい存在感は、人類の起源進化において重要な鍵を握ることには、間違いないだろうな。今回は、ホモナレディについて解説したが、どうだった？今までの常識が覆されるかもしれないんだね。でも生息していた年代も、まだはっきりは、わかっていないんだよね。だな。考察と研究が急がれているところだぜ。そしてもし彼らの時点で葬儀の文化が根付いていたとなると、脳が大きくなることで知恵がついた、または、人科の生物の生存競争は、脳の大きさによって分かたれたという、これまでの人類進化の定説が、大きく覆されることになるんだ。これは、脳科学の新たな知見に結びつくものになるかもしれないんだぜ。脳の大きさは、ホモサピエンスの半分以下しかないんだもんね。実際どうなのか気になる。エンジンからホモサピエンスまで一列に並んだ人類の進化像が有名だが、今や否定されつつある昨今、ホモナレディに関する研究の進展次第では、また違った。人類の進化の系図が書かれる未来も、そう遠くないかもしれないな。そこにホモナレディが加わる日が来るかもしれないね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。